ジュニアは、アメリカ合衆国ジョージア州、カレッジパーク出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のテキサスレンジャーズ参加所属。愛称はポッパ。父は、メジャー通算463盗塁の出来のデシールズ。高校時代は、アメリカンフットボールのランニングバックとしても注目を集める存在だった。AA 級コーパスクリスティ。 フックス時代2010年の MLB ドラフト一巡目でヒューストンアストロズから指名され同年8月5日に契約金215万ドルで入団した2011年に中堅守から父と同じ二類種へ転校この年は A 級歴史ントンレジェンズでプレーしたが打率220と打撃が振るわなかった2012年は打撃が改善されて出塁が増え A 級レキシントンで83盗塁、A 級ランカスタージェットホークスで18盗塁の合計101盗塁を記録した。これはビリー・ハミルトンの155盗塁に次いでマイナー2位の数字であった。2014年11月にルール5ドラフトでテキサス・レンジャーズへ移籍した。2015年4月8日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビューを果たし、 ダンゴテロから内野安打を放ち、メジャー初安打を記録した。以後、中堅守のレギュラーポジションを獲得し、レギュラーシーズン終了まで121試合に出場。打撃面では打率。また、得点圏では打率。304とよく打った。他方で、守備面では課題が見えた。中堅を87試合。 左翼手を35試合で守ったが、それぞれ5失策と1失策、守備率、976と 981DRS10 と1という成績に止まり、平均以下だった。シーズンオフ、全体的な活躍が評価され、ルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票では、アリーグ7位にランクインした。 テキサスレンジャーズ時代2016年、レギュラーの座は主中にできず、控えとして74試合に出場。打率、209、4本塁打、13打点、8盗塁という成績を残した。本塁打に関しては、前年よりも大幅に生産ペースが向上した。守備面では、中堅33試合で、DRS-1、左翼26試合で、 DRS プラス1と前年に引き続き左翼の方が適性があることを示した。2019年12月15日にコーリーグルーバーとのトレードでエマヌエル・クラセと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍することが発表された。2020年オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2021年2月1日にフルスノ・レンジャーズとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。